ティーチャークーボー、今ちょっとねドライブしてるんですけど、まあやっぱ 3,4 には勝てないですね。 3,4 には勝てないですよ、久保さん。さすがに。まあでもこれスポーツモードだと、まあまあちょっとはあれかなって感じですね。ただまあ 2000cc なんで、直4の 2000cc です。ただ、スポーツモードにするとちょっと遊べるかなと。だからちょっとチューニングしようかなとは思いますけどね。ちょっとね、コンピューターセッティングで30馬力ぐらいか上げられるんですよ。コンピューターいじるだけで。まあ、ちょっとそれはやります。ちょっとね、物足りなすぎですね。うん、まあまあ本気まだ出してないんであれですけど、まあちょっといろいろと今ドライブしてるんですけど、まあただね、ただ今回のメインはまあそこではないじゃないですから、この、ね、屋根が開くっていうね、屋根が開くわけですよ、久保さん。開けてみましょうか、せっかくなんで。はい、じゃあ屋根を開けましょう、久保さん。いいじゃん、久保。ここのねボタンで10秒ぐらいで開封するんですよ。はい、10秒。おりょー。おー、開いたね、久保さん。久保さん、開いた。久保さん、開きましたよ。開いた。てか、寒いっすね、今日。寒い。まあ、外観はね、外観はそのうちお見せしますよ。外観は久保さんお会いした時じゃないですか、外観は。はい、これちょっと閉めましょうか、これまたね。おい、もう10秒ぐらいですね。はい、終わりです。まあメインはここですから、メインは走りよりメインはここなんで。まあだからさ、あと50キロぐらいだったら、あの走行中も行けるんで、まあ便利ですね、これ。うん。今のやつは、あの、昔のやつはそれ多分ダメなんですよ。今のこの現行のモデルは、50キロ以下だったら走行中でもこう、開け閉めができるんで、止まらなくてもいいってことですね。まあ来ましたね。まあすごい、かっこいいっすね。うん。やばだから、その不可能、いや僕も思うんすけど、ね、こんな車よう乗ってるな、みたいな。まあ人生何があるかわかんないっすね、久保さんね。ほんとに。人生何があるかわかんないっすよ。まあ諦めたらそこで試合終了ですね。諦めたらそこで試合終了ですよ。うん。もうスパルタンの2シーターですね。後ろがないですから、後ろが。まあ基本的に僕しか乗んないんで、まあ、久保さんここにね、あの、乗れますから。T ちゃん、クーボー。まあ綺麗ですよ、全然。全然綺麗。これ2万6千キロでしたね。2万6千キロ。で、あとこのステッチがね、結構ね、僕お気に入りですね。ステッチが青のブルーの。で、やっぱね、あとね、最新ですね。久保さん。やっぱね、最新です。メーター類とかも、もうメーターも全部デジタルで、あの、こっちのパネルとかももう、なんかもう、今風っすね。なんか、まあ、僕もね、前までその、R20 年前の車じゃないですか。これ2019年式なんですけど、やっぱ、すごいですね。今の車は。今の車はすごいです。まあこれからね、ちょっとね、いろいろといじってきますよ。いろいろとエアロとかつけて。まあでも純正でもまあまあかっこよかったですね。原車見ずに買いましたけど。原車見ずに買ったけれども、まあまあ良かったです。かっこよかった。まあ、久保さん、乞うご期待ですね。はい、では。